アドルフ・ヒトラーは著作、我が闘争で、民主主義は、修具政治であり、ドイツ民族には、強い指導者が必要と主張した。古代ローマのガイウス・ユリウス・カエサルの共像。共和制ローマで終身の独裁官となり、帝政ローマの基礎を作った。独裁者とは、絶対的権力を行使する支配者。通常、支配者と非支配者の身分は、基本的に同一である。 独裁者により支配される体制を独裁性と呼ぶ。独裁の語源は古代ローマで非常時に元老院より任命された官職の独裁官である近代までは独裁は否定的な意味を持たず、またこの用語が使用されることは稀であった。独裁を現代の意味で初めて使用したのはフランソワ・ノエル・バブーフである。以後、独裁は抑圧的で残虐な支配や 権利の乱用などに対する批判的な用語として圧倒的に使用されるようになった。なお、類似用語の先生の語源は古代ギリシャ語で違法な支配の意味を持ち、支配者と非支配者の身分は問わないため、古代の王と平民や皇帝と非支配民族などの関係も含まれる。独裁はしばしば法の支配による手順を無視した形での国家の非常事態宣言。 市民の選挙や自由権の停止、法令による規制、政治的抑圧などが実施され、さらには一党制や個人崇拝となる場合もある。軍事政権や一党独裁制、あるいは個人的支配下の文民政府などを含め、多様で相違のある多数の統治形態が、独裁と呼ばれている。独裁の政治的立場は、右翼、または左翼など、特定の立場には限らない。 具体的に誰を独裁者と呼ぶかは常に多数の議論がある。歴史上の著名な支配者は多くの場合、支持者からは指導者や英雄などと呼ばれているが、非支配者などを批判的立場からは独裁者や先制君主などと呼ばれていることが多い。かつて独裁政権や植民地支配に対抗した指導者、英雄が 権力を得た後に独裁的政治を行うケースも見られる。また支配者の側からは、現在は、非常時における必要な緊急対応であり、国民や民族などの自由、財産、安全などを防衛し、さらにパクスロマーナのような平和な状態を目指していると説明されるが、批判者からは、伝統的な合議性、寛容、多様性あるいは、法の支配などを軽視。 または無視した強権的、独善的な独裁者と批判される場合が多い。歴史上、独裁者と呼ばれる支配者は多数存在するが、上記の通り、独裁者の客観的な定義は困難なため、以下では自身が民主主義などを否定し、独裁などを提唱した主要な例を記載する。共和制ローマの感触の一つ独裁官は、国家の非常事態に任命され、6ヶ月間に限り、 国政を一人で操ることができた。しかし、紀元前44年、ガイウス・ユリウス・カエサルは自らを終身独裁官に任命したことにより、実質上共和制は変質し、後に一人支配が常となる、原種制が誕生する礎となった。ただし、ローマ皇帝は、形式上は、君主ではなく市民であり、共和国の守護者とされた。近代以降では、 フランス革命後のマクシミリアンド・ベスピエールらが恐怖政治を行った。その後、ナポレオン・ボナパルトが軍事政権を樹立し国民投票によりフランス皇帝となった。ただしこれらも名目上はフランス革命の理念の防衛であり、フランス皇帝は従来の王とは異なり共和国を支配するものとされた。またフランソワのエルバブーフは完全平等主義のための 階級独裁を提唱した。1875年、カール・マルクスは著作、豪多公領批判で、ブルジョア社会での議会制民主主義は少数である、ブルジョア人勢力にのみ、政治参加が認められており、多数であるプロレタリアートに、政治参加の道が開かれておらず、そのためプロレタリアートは、疎外状態にあるとして、資本主義社会から、共産主義社会へ移行する。 過渡期においてプロレタリア独裁が必要とした。その後、マルクス・レーニン主義を掲げる多くの社会主義国の憲法やコミンテルン系の多くの共産党の綱領などには、党による独裁が明記され、特にヨシフ・スターリン時代のソ連や彼の支援によって成立した社会主義国では、指導者による個人独裁も見られた。二十世紀初頭、ファシズムを提唱したベニート・ムッソリーには、 ローマ進軍後に、ビットリオエマヌエーレ3世からの直令で組閣して、連立政権の首相となり、選挙法改正と総選挙により、独裁体制を確立し、さらに労働組合の解散、言論出版取締令、首相に代わる新しい役職である同僚への就任、国家ファシスト等以外の政党の総選挙参加禁止などを実施した。ただし形式上は、国王、 憲法、議会、野党は存続しており、政体は立憲君主制のまま、国名はイタリア王国のままである。国家社会主義を提唱したアドルフ・ヒトラーは、著作、我が闘争で、民主主義は、衆具政治であり、ドイツ民族には、強い指導者が必要と主張した。首相就任後、ドイツ国会議事堂放火事件を理由に、共産党員らを予防抗菌し、 全権入り運法の可決により政府が立法権を握り政党禁止法により国家社会主義ドイツ労働者党以外の政党を禁止し独裁体制を確立したその後国民投票により大統領職を兼ねた新しい役職である総統に就任したただし形式的にはバイマル憲法は存続しており政体は共和制国名はドイツ国のままである 第二次世界大戦終結後の国際連合による世界人権宣言はすべての人の自由権、公正な裁判を受ける権利、表現の自由、陽動な普通選挙による賛成権などを明記した。ただし、国際人権規約の自由権規約では同様の自由権と同時に制限的な非常事態における例外条項も併記された。古代ギリシアの哲学者プラトンは、 民主制は、衆具政治に陥る、可能性があると批判し、著書、国家で、鉄人王による、独裁政治が理想と主張した。フランスの哲学者、ジャン・ジャック・ルソーは、著作、社会契約論で、人民の一般意思には、統治者も人民も、服従すべきと記した。イギリスの哲学者、ジョン・スチュワート・ミルは、著作、自由論で、ドイツの政治学者、カール・シュミットは、 著作、政治的なものの概念で、議会制民主主義を利権集団と批判し、例外状態で決断を下す者が主権者、と記した。また独裁制と先制政治の違いは、具体的例外性の有無とし、独裁制は例外的事態だが、その具体的例外性を失えば先制政治に転化すると記した。ありがとうございます。